はいどうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうころです。今日は最強リーダーランキングトップ10やっていこうと思います。今回は、鬼滅コラボまでですね、鬼滅コラボまでで最強リーダーランキングトップ10やっていこうと思います。はい。で、まあね、鬼滅までなんで、これ以降のコラボとはわかりません。後から見てる人は注意してください。で、今回ね、トップ10まで発表しますが、正直トップ200ぐらいまで裏白って今普通に勝てるんですね。なので、あくまで今回は僕が思うトップ10なんでね、別にこれに入ってないから、そのリーダーは弱いってわけではございません。あくまで僕が強いと思うトップ10を決めてるっていう風に捉えてもらえればいいかなと思います。で、あと1個ついてなんですけど、今回はダンジョンは裏白を想定して決めています。裏白基準で決めているんで、例えば、降臨ダンジョンとかですね、そっち系のダンジョンとかに行く場合とかですね、あとは魔老とかっていうダンジョンに行く場合は、全くもって編成が変わっていきます。当然、ダンジョンによって適正キャラは変わっていくんで、そこは自分でね、考えてね、別のランキングとかを探してもらえればいいかなとは思います。まあ、あくまで一番報酬が美味しい裏白を基準にしてるってだけなんでね。別にまあ特にダンジョンが変わっても大して最強リーダーランキングは変わりません。サブが変わるだけなんでね。まあ、そこは安心してください。そんな感じでね、注意点3つあります。1つ目は僕の独断と偏見。2つ目はリーダーフレンドで決めてます。リーダー単体ではございません。リーダーフレンドの組み合わせで2体をラインナップして決めています。で、3つ目ですね。皆さん、ファスカが何回入ってきたら面白いですか？ファスカが20回入ってくる最強リーダーランキング面白いですか？面白くないですよね。同じキャラはできるだけまとめています。はい。わかりやすく言うと、ファスカオールマイトとファスカ雷神とファスカ風神とファスカネズコとファスカ大蛇みたいな感じでね、もうめちゃめちゃあるんですよ。似たような系統は全てまとめてるんで、そこのところご了承ください。そんな感じで、じゃあ実際にですね、今回は裏白の最強リーダーランキングトップ10やっていこうと思います。行きましょう。はい、ということで、まずは第10位から、第10位は、マトウ・サクラと遊戯の組み合わせですね。で、今回右側に一応ね、リーダースキルの組み合わせの相性だけ書いています。はい。縛りは悪魔タイプのみですね。まあ、比較的組みやすいです。闇属性は悪魔タイプ多いんでね。で、HP2 倍に攻撃力が400倍、回避力が2倍で、ダメージ半減、毒無効があります。で、2コンボ加算に固定100万ダメージがあります。はい。まあ、普通にこれだけ見ればね、もう破格すぎて意味がわからないリーダースキルですね。もうめちゃめちゃ強いんですけど、注意点があって、サクラは30ターン変身、遊戯は20ターン変身。なので使うとしたらまあ裏白がほとんどかな。余裕があってスキルダメができるダンジョンでないと使い道はかなり限られると思いますが、まあね、裏白は序盤かなり楽なダンジョンなんで、まあ桜遊戯でも普通に使えるって感じです。桜の方はね 80% 以上強化をめっちゃ持っていて、7コンボ強化も3つあって無効貫通もありますと、まあ火力自体もかなり出てね、アタッカーとして超優秀です。しかもスキルがね、操作時間と闇属性の攻撃力が 1.5 倍、ランダムで闇ドロップを3個生成と、指とエンハンス持ってるんですよね。で闇生成もあって欠損もしづらいということで、まあ2ターンで打てるこのぶっ壊れスキル、そして遊戯は吸収無効ですね、という相性の良さ、さらに、サブにレギンレイブっていうね、闇を目覚めで呼べるキャラクターがいるんですけど、それをね2体入れてあげるだけで闇ドロップの枯渇も少ない。しかもレギンレイブがこの前強化されて、さらに評価は上がりました。闇属性の列強化パーティーといえばもう桜と遊戯で間違いないというレベルでね、今の環境でもトップクラスに強いです。はい、はっきり言ってこの性能で、余裕でもう環境トップになれるような強さを持っているので、まあ、これが第10位って視点で今回のランキングどれだけ新キャラがいるかっていうのは分かると思います。そんな感じで、まず10位はマトウ・サクラと遊戯でした。次行きましょう。さあ、第9位は、ユリシャ・ラクシミがランクインですね。まず、ユリシャに関しては、変身前がね、18ターン変身にかかるんで、少しめんどくさいですが、76リーダーです。でもまあ、正直今ね、18個のスキルなんて一瞬で詰めるんで、簡単に変身ができて、変身後は、L 字に無効貫通3つに指延長3つと、普通にパーティー試合の操作時間も長いし、火力も出せる優秀なキャラになっています。で、スキルもね、ランダムで火闇回復ドロップを6個ずつ作って、1ターン指を 1.5 倍にしてくれるんで、パズルも安定する上に、無効貫通も安定して組めます。これによってリーダースキルの発動もかなり楽になっています。で、ラクシミですね。ラクシミは7強3つに L 字消し3つと、これね、10個も強化2個よりも火力が高いんですね。8倍と 3.375 倍で27倍と、めちゃめちゃ火力が高いです、ラクシミ。で、スキルもあって、ね、ユリシャと相性も最高です。はい。その上でスキルターンも軽いんでね、好きなスキルをアシストできて、非常に使い勝手はいいです。っていう2人の組み合わせのリーダースキルが、こちら右側に書いてある通り76マスで、HP2.25 倍、攻撃力288倍、回復力は3倍、ダメージを 67.5% 軽減して、固定50万ダメージが打てます。はい。まあこちらね、サブにグランディス等も入って、圧倒的な火力にもね、貢献できるサブも入れてあげることができます。その上でこの耐久力です。はい。HP2.25 倍の視点でHP グランディス入れとけば10万ぐらいいくんですよ。さらに 67.5% 軽減ってこれ3分の1ぐらいまで減らせるんで、例えば30万ダメージぐらいまでは普通に耐えきれるんですね。まあそう考えるとマジでこいつら硬いんですよ、耐久力が。なので、裏白で言うとメノアとかの発狂をね、攻撃力2倍後ね、もう普通に耐えれるんで、もうそうなると耐久力も高い。さらにサブで火力も安定する。しかも今、火属性強いですからね。その上で、ユリシャっていう闇属性とラクシミっていう火属性、これめちゃめちゃ相性がいいです。そのおかげで、第9位にラクシミとユリシャがランクインって感じでした。じゃあ次行きましょう。さあ続きまして、第8位はユークスループがランクインですね。こちらユークスループに関しては、変身前が30ターンとめちゃめちゃ重いんですが、まあ一応スキルブースト3つ持ってるんで少しは変身しやすいです。で、まあ変身してあげると、こんな感じで 50% 以下強化4つに無効貫通2つ、そしてチーム HP 強化封印耐性、バインド耐性プラスと、まああと 50% 以下強化武器っていうのがあってね、それをつけてあげると、単純に HP が 50% 以下で攻撃力が32倍、無効貫通2つで 6.25 倍と、200倍の火力が出ます。なので簡単に完走するんですね。でしかもスキルは3ターンで打てて闇ドロップ6個生成に受けるダメージを軽減と。なのでね、ユークスを3体入れてあげて変身させて、ユークスをループさせる編成が一番流行ってたかなと思います。はい。リーダースキルは闇属性の HP が2倍、HP50% 以下でダメージを軽減、攻撃力が5倍、闇の2コンボ以上で攻撃力が5倍、固定100万ダメージと。右側見てもらってわかる通りね、攻撃力625倍出るんですよね。バカ強い。しかも軽減率も超高いんで、もう耐久力もやばいです。いくら 50% 以下の自称パーティーとはいえども、本当に安定感って強いと思います。はい。で、まあ、ユークスに関してはね、正直それでもうめっちゃ強いんですけど、結構ね、裏修羅以外のダンジョン、いろんなダンジョンでもね、無効パーティーのリーダーとしても使えたりとかっていうね、意味わかんない使い方もあったりとかしてね、いろんな使い勝手がいいです。なので、まあ、どっかのね、環境最強キャラにボコボコにされた光属性のキャラとは違って、こいつには別の使い方がたくさんあるので、まあ、自称パーティーという火力の点も評価して第8位に入ってきました。まあ、ユークスはね、テンプレが組めないと弱いですが、テンプレが組めたらバカほど強いっていう感じのね、本当にちょっと僕の言葉が荒くなるような、もうでも言っちゃ悪いんですけど火力バカって感じでね、もう簡単に21億が出ることで特徴的なユークスでした、ということで第8位にはユークスループがランクインです。次行きましょう。はい。ということで続きまして、第7位はバレンタインイデアルですね。このキャラは来年の2月にまた色々と編成上がってくると思います。なので一旦そこまではちょっと注目されないと思いますが、まあ適切なランキングとしては7位ぐらいになるかなとは思います。はい。まあ落ち込んだしのリーダースキルなんですが、HP4 倍、攻撃力324倍、回復力は4倍、43.75% 軽減に4コンボ加算を持っています。はい。なんかね、新キャラのね、どっかのキャラとすごい似ているような性能を持ってるんですが、本当にね、強いです。シンプルに強いです。今、まあ正直言ってこのキャラっていうのは、あまりにも実装日が前すぎて、あんまり使ってる YouTuber の人とか少ないですし、目立たなくなってきてはいるんですが、やっぱり初見攻略等の安定感っていうと、もう本当にトップクラスに高い圧倒的な強さを誇っています。裏白でも当然強いです。多色パーティーとしてね。はい。で、まあ普通にエンハンスとかの火力等もね、乗せたらめっちゃ強いキャラではあるんですが、そもそもがね、このキャラ、スキルが3ターン、回復力3倍、覚醒無効全回復6解除に6色人と普通に使い勝手いいんですよね。で、まあサブ等にも好きなキャラが入れられて優秀なキャラになってるかなとは思います。で、イデアルに関しては、本当に来年の2月にバレンタインガチャが来て強化入ったりしたらまた強化上がると思いますし、今ちょっと無残にね、場を奪われまくってますけど、まあそれでも十分未だに強いって感じのキャラです。まあね、今現環境でサブもどんどん増えてくるんですよ。やっぱりドラゴンバランスタイプなんで結構いろんなキャラが入るんですよね。で、サブもどんどん増えてきて、まあまさにアテンとかもね、ぶっ刺さるんでね。そう考えるとかなり優秀なキャラとなっています。そんな感じで、第7位はバレンタインイデアルでした。また来年の2月に動画出そうと思います。次行きましょう。さあ、続きまして第6位は、ノルザと富岡義勇ですね。ノルザに関しましては、当然2体サブに入れてあげてね、ノルザのスキル2ターンで打てるんで、2体をループさせながら、相方は富岡って感じになっています。リーダースキルの組み合わせこそ HP2 倍、攻撃力300倍、回復力10倍、52.25% 軽減、3コンボ加算、固定50万ダメージと、まあ、シンプルに最強なんですが、さらにスキルがね、ノルザが指 1.5 倍、回復 1.5 倍、水回復3個生成を2ターンで打てます。2体入れてあげれば一生ループするんで、実質操作時間もめっちゃ長いし、回復力も15倍で出ます。やばくね。で、さらに水回復生成で欠損もしないんで、もう安定感がえぐいです。負けません。本当に。ソンジョソクラのダウンロードは絶対に負けないです。化け物の組み合わせですね。さらに富岡もね、火力出る覚醒持ってますし、ノルザも火力が出るということで非常に強いですね。まあ、なんでこのキャラが6位かっていうと、まあ当然最初の話の通りですね。はい。まあ注意点でも言った通り、裏修羅基準なんでね、裏修羅ってことは、まずナイトメア階層が、めちゃくちゃめんどくさいっていうのと、あと22階層の進化後メノアがいるんですけど、そいつね、5種類いて、全部副属性が木なんですよ。なので、50% 削った後木と戦うんですけど、だいたい100億 HP と水属性で戦うと、200億 HP 削ることになるんですね。このゲームカウンストが21億なんで、最低でも2回はまあ殴んなきゃダメになっちゃうと。まあ、イズイズとかでこれをしない限りはね。っていうところが少しめんどくさくて、まあちょっとランキング下がっちゃったかなって感じではあります。ただそれでもですね、このランキングということは、まあ強いことは間違いないのがわかると思います。そんな感じで第6位。まあちょっと今回裏修羅ランキングだったんで第6位ですが、まあ通常ランキングなら1位、2位、3位全然入ってきます。バケモンの組み合わせです。これからに全然期待できるノルザ富岡義勇が第6位でした。じゃあ次行きましょう。さあ続きまして第5位は無惨×赤座編成ですね。まあ正直これ無惨赤座も強いけど、俺としては無惨も強いと思ってるんで、まあそれも含めて第5位って感じですね。でまあ進化前無惨もね、今現状ちょこちょこパーティー出てきてると思うんですが、これからかなり革命を起こすような編成も出てくる気がするんで、まあそういうのも含めて第5位にちょっと上げてます。はい、そんな感じですね。まあこれに関してはもうバレンタインイデアルと似てるような性能をしている無惨と、あと単純に30ターン変身かかる代わりに、7コンボ強化5個持ちっていうね、ぶっ壊れのね、覚醒を持っている赤座の組み合わせですね。正直ね、もう性能解説するまでもなく強いんですが、見ていこうと思います。もしまあ今回は無惨赤座を組み合わせたとしますね。落ち込んなしで HP が3倍、攻撃力が324倍、回復力は6倍、ダメージ 62.5% 軽減して2コンボ加算に固定50万ダメージがあります。はい、なので裏白等で持っていくとですね、もうHP が10何万とかあって 62.5% 軽減なんで負けません。でさらに回復力6倍なんで負けません。もう本当に一生耐えれます。本当に一生耐えれます。でさらに2コンボ加算に固定50万ダメージもあって、もうぶっ壊れですね。普通に強すぎる。で無惨は3倍の悪魔エンハンスなんですけど、この編成ね、悪魔タイプ縛りなんで、まあ実質もう全キャラに3倍乗るんですね、タイプのエンハンスが。なので攻撃力を3倍にしてロック解除プラス6色陣持ち、しかも3ターンなんでね、非常に優秀です。でしかもスキルチャージを持っていて、実質7ターンで溜まるんですよね。で赤座がランダムで5属性プラス回復ドロップを3個ずつ生成という2ターンスキル持ちなんですね。なので比較的スキルチャージを発動しやすくて、使い勝手がいいっていう点もあって、めちゃめちゃ安定感あって優秀なキャラ出しとなっています。まあ今多色といえばまあ無惨もしくは。さあ続きまして第4位は煉獄杏寿郎とレムーですね。正直、ダンテレムーもかなり優秀なんですが、もう圧倒的に僕は煉獄杏寿郎とレムーを推してます。強すぎる、はっきり言って。まずなんだけど、煉獄杏寿郎ね、これ鬼滅の新キャラですね。はい、まあバインド耐性プラススキブプラスに7強3つ持ちと7コンボ強化3つで8倍火力に悪魔タイプのキラーがね、合計で9倍出せます。めっちゃ強くない？火力めちゃめちゃ高いんですよ。でしかも潜在も好きに触れるんで、悪魔タイプも触れますし、マシンキラーも触れるということでかなり優秀。しかもスキルが消せないドロップバインド覚醒無効5ターン回復があってね、さらに非生成と、この消せないドロップと覚醒無効回復っていちいちサブで埋める必要があるんだけど、これをリーダーでね対応できるからめっちゃ優秀です。でレムーは18ターン変身でめんどくさいキャラではあるんですが、まあ、煉獄はねスキルブースト2個持ちってこともあって比較的溜まりやすいしね、まあ、今サブでどうしようもできるんで、どうにでもできるんで、すぐに変身ができます。さらに最近ね、鬼滅コラボで同時に実装された禰豆子ですね。禰豆子がもうスキルブースト5個持ちでぶっ壊れすぎる性能なんですよね。まあその禰豆子との相性も良くて、順位が比較的上がってきたかなと思います。正直テンプレはもう煉獄杏寿郎、グランディス2体、禰豆子、そしてポロネ、最後にレムーがもうテンプレですね。でまあリーダースキル組み合わせは HP3 倍に攻撃力300倍、回復力は 1.5 倍でダメージ 62.5% 軽減、3コンボ加算に固定100万ダメージあります。こんなんさ弱いわけなくない？だって普通に考えて。さらにグランディス2体入れておけば、3ターン中2ターンはカンスと近い火力をバンバン出していける。メナはもう普通に2パンできる。もうぶっ壊れなんですね。そういう点も踏まえると、もうめちゃめちゃ安定感って優秀な2人ということで、今回は第4位ランクインですね。まあ正直ね、鬼滅の刃コラボのね、禰豆子の影響がでかすぎるね。非属性パーティーは禰豆子、そして煉獄の武器ですね。この2つが強すぎて、さらに評価が上がってきているかなとは思います。はい、そんな感じで、第4位は、杏寿郎とレムでした。次行きましょう。まあさっき少しだけ話したんですが、禰豆子と煉獄武器について話していこうと思います。禰豆子に関してはね、こんな感じでスキルブースト3つ持ってるキャラでね、2ターンスキルを貯めてね、変身ができます。なので実質スキルブースト5個持ちと変わらないんですね。さらに7強2つに無効貫通2つで火力が出せてめっちゃ強いです。はい。その上でスキルがね、消せないドロップ、バインド、覚醒無効7ターン回復して、2ターンの間 HP を 20% 回復と、さっきの編成、回復力 1.5 倍でね、少し怖いところもあるんですが、それを禰豆子で補ってあげた上に、ギミック耐性もめっちゃ優秀ということで、もう本当に強いです。そんな化け物じみた性能をしているとんでもないサブが禰豆子。そしてもう1体がこちらですね。ごめんなさい。煉獄武器ですね。はい。煉獄武器に関しては、スキルブーストですね。変身を支えてあげれる上に、80% 以上強化で火力が出せます。80% 以上で攻撃力が 1.5 倍と。さらに、ヒドロップ強化2つでね、さらにパーティーの火力がぶち上がります。非属性パーティーなんでね。っていう点もあって、めちゃめちゃ優秀な2人になってます。あとはね、8ターンでダメージ吸収、属性吸収無効を打てるポルネですね。を入れておいてあげて、最後に30ターン変身で使えるグランディスですね。まあ単純に無効貫2つに7コンボ強化の火力も強いですし、1コンボ加算に攻撃力3倍のエンハンス、非属性エンハンスですね。さらに最下段横一列をヒドロップに変化ということで、もう本当にね、レム煉獄さんと相性もめちゃめちゃいいです。ということもありまして、まあレムと煉獄の評価も爆上がりしているという感じになります。じゃあ次行きましょう。さあ続きまして第3位はグレオングレオンもしくはグレオンス王ですね。これどちらとも裏白だとボーボーに強いですし、グレオングレオンに関しては他のダンジョン等でもめちゃめちゃ強いです。はい、当然グレオンね、今更評価が上がっているわけでもなく、サブのまず禰豆子、そして武器の煉獄、いろんなキャラによってどんどん評価が上がってきているということもあって、それに影響されてグレオンの評価も爆上がりしていくと。でス王もね、最近出たハロウィンの新キャラなんですが、もうねはっきり言って化け物です。こいつはリカバリー力が半端ない、発狂攻撃を耐えれるねスキルを持っていてめっちゃ優秀なキャラですね。まあまず話していきましょう。グレオンは30ターン変身で少しめんどくさいですが、ス王がね4ターンヘイスト持ちの20ターン変身なんですよ。ちょっとややこしいんだけど、ス王ね変身する際に4ターンスキル溜めできるんですね。なのでグレオンのスキルも簡単に溜まりがちですと。で7コンボ強化4つっていうね、シンプルに強い覚醒持ちで攻撃力も高いで、スキルは1ターン回避力と指を 1.5 倍にして全ドロップを非回避お邪魔ドロップの3色陣に変えてくれます。これが3ターンなんですよ。意味がわからんマジで。なのでまあね、まあ30個盤面なんで、まあ9個火の無効貫通が組める数ですね。火ドロップができる可能性もかなり高いですし、無効貫の火力も簡単に出したりとか、あとは変換があるんで回避力もねめっちゃ安定するんですよね。なので負ける要素もない、まず単純に強いグレオンですねとス王ですね。7コンボ強化2つに無効貫通2つで火力が出せて、さらにマシンキラーも触れますと、2ターンスキルが使用不可になっちゃう代わりに1ターン受けるダメージを激減して、非属性の攻撃力が 3.5 倍になるエンハンスを持っています。これ受けるダメージ激減がねシンプルに強くてね、メノアとかのね進化前メノアの発狂とかも全部耐えれるんですよね。そういう発狂系を全て耐えれるバケモンスキルって考えてもらえれば、さらにグレオンのねなんかやばいなっていう状況でもサポートしてくれるとんでもなく強い相方になると思います。で今回は一応グレオンではなくグレオンス王でリーダースキル話していきますね。 HP2 倍に攻撃力が396倍、回復力は3倍 67.5% 軽減に2コンボ加算を持っています。はい、単純に HP2 倍に回復力3倍の時点で強いのにね、攻撃396倍出て 67.5% 軽減して2コンボ加算できたらそんな強いに決まってるやん。でサブに禰豆子とか入るからね、もうはっきり言ってもぶっ壊れ級に強いですマジで。まあそこら辺も含めると、もう今の環境にまさにぶっ刺さってるリーダーってこともあって、グレオンス王はめちゃめちゃ強い。で特にグレオン×グレオンがね、まあグレオンが特にもういろんなダンジョンで強くてもうね今脅威を振るいまくってるんで、そういう点も踏まえるとグレオンの評価が上がるのは当然で、同時にス王も実装されたということで第3位にグレオンス王がランクインでした。まあ今回正直レムー煉獄とグレオンス王どちらとも優秀なんで、どっちがね上でも良かったんですが、まあ正直レムー煉獄はねめちゃくちゃ強いんだけど、ちょっとね回避力が少しだけ不安だったんですよね、禰豆子だけなんで。まあそれに対してグレオンはね自分自身で回避力を補える上にス王と組み合わせてあげるとね、回避力の相性もめっちゃ良くなりますということで、第3位にス王グレオンがランクインでした。じゃあ次行きましょう。はい、続きまして第2位はファスカ雷神ですね。当然ファスカ組み合わせる系は全て第2位となってもらっていいんで、オールマイトとか、あとは善逸とか、当然そこら辺も第2位って感じですね。まあ、縛りは攻撃タイプがある。そして多色リーダーって感じなんですが、まあ、雷神と組み合わせた場合、リーダースキルは76マスで、HP が3倍、攻撃力は288倍、回避力が4倍、43.75% 軽減に固定1ダメージです。耐久力も硬いしね、76マスなんで欠損もしづらいです。その上でこの耐久力があるってことは、まあ、裏シャレに行った場合ね、めちゃくちゃ強いです。はい、でまあファスカはね7強10強に無効貫通あって指延長プラス3つ持ちと単純に強いキャラ。そして雷神に関しては7コンボ強化3つ持ちに 2way3 つ持ちです。この火力がバケモンすぎてパズドラでね 2way の火力の中ではトップクラスに高いキャラとなっています。まあ 2way 武器つけてあげればねさらに優秀ですしね、つけなくてもアタッカーとしてめっちゃ優秀な雷神なんですよね。単体火力が超高いです。はい、オールマイトが7コンボ強化4つ持ちなんですが、大体火力が16倍、それに対して雷神は8倍に 3.375 倍が乗るんで27倍なんですよね。その火力の差っていうのもあってね、やっぱりこっちの方がちょっと優秀かなとは思います。でリーダースキルで追い打ちもあって攻撃力もめっちゃ高いしね。はい、でまあね、この2人の組み合わせに関してね、なんで第2位かっていうと、まず単純にファスカが強いっていうのと、あとはサブがめちゃめちゃ安定してます。ミリオっていうバケモンがいて、属性吸収と吸収無効めっちゃ簡単に3ターンねできるんですよね。ミリオとか、あとはまあはっきり言っても銀千代とかですね、そこら辺のめちゃめちゃ優秀なサブたちがいっぱい揃ってる光属性にこんな強いリーダーが来たら当然強くなるよねって感じでね。非属性とかってやっぱ最近のキャラが多いんですが、光属性昔からずっと強いんでいろんなキャラがいるんですよね。まあそういうことも考えるとやっぱり第2位はファスカ雷神かなと思います。耐久力も高い上にいろんなダンジョンの初見攻略でも使える優秀なキャラとなっています。ということで第2位はファスカ雷神でした。さあここまで発表してきましたが、もう新キャラの嵐ですね。本当に新キャラばっか。ただ、まだ1キャラだけ残ってます。多分皆さんも誰かわからないと思いますが、最後1キャラ発表していこうと思います。ということで、第1位の発表です。さあ、ということで、第1位の発表ですね。第1位は、こちらになります。ということで、第1位は、あ、ちょっと惜しい。あ、ちょっと惜しい。あ、惜しい。え、惜しい。え、めっちゃ惜しい。え、めっちゃ惜しい。え、めっちゃ、え、ちょっとやばくない？えぐいってマジで。いや、やば。ほんと惜しい。さあ、さあ、第1、えぐいって。なんか惜しいな。あれ、出なくねこれ。さあ、ということで、第1位はこちらになります。てけ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 て、てーん。は？さあ、ということで、第1位は炭治郎ですね。もうはっきり言って強すぎる。もう強すぎるがゆえに当然第1位です。はい。まずね、縛りに関しては水属性もしくは攻撃タイプ縛りがあるんですが、リダフレで炭治郎を使ってあげると変身18ターンかかるんですが、変身後は HP が4倍、攻撃力は324倍、回復力は4倍です。43.75% 軽減がある上に6コンボ加算です。つまりなんですけど、火の4個消しをしてあげると7コンボ強化が発動するんですね。ということで、炭治郎の覚醒スキル、ガードブレイク、無効貫通、7コンボ強化3つ、指延長プラス、悪魔キラー、倍の耐性プラス、ボイス覚醒ということで、めちゃめちゃ相性もいいんですよ。単純に1ターンですぐに火力が出る。そう。で、洗剤もね、悪魔タイプとか触れます。で、なので悪魔タイプに火力もめっちゃ出ると。で、スキルがね、特徴的で、2ターンスキルなんですけど、1ターンの間、回復力と攻撃タイプの攻撃力が 1.5 倍。水と回復以外のドロップから火ドロップを4個生成と。つまり炭治郎と炭治郎で使ってあげると回避力エンハンスに攻撃タイプエンハンスがあって火の4個生成があるんですよ。で、皆さんリーダースキル覚えてますか？火の4個消しでダメージを軽減なんですね。つまりなんですけども、炭治郎をブループさせる限り一生リーダースキルが発動するんですよ。バケモンです。もうなんか周回編成のノリでボコボコと裏白とかを攻略できる。今なんか10分とかで勝ってる人いるのかな？最速で11分か。最速で11分くらいで勝ってる人もいるレベルで、もうもっと早い人もいると思います。10分でもいると思う。そのレベルでもうバケモン的なリーダースキル、そしてサブ性能、そしてリーダー性能も全部持ってます。何でも強いです。っていう感じの炭治郎ですね。サブに関しても最近流行りの禰豆子にね、ポロネが入ります。あとはマシンキラー入れといてあげれば裏空はボコれる。さらにさっき紹介した煉獄武器ですね。まさに炭治郎にぶっ刺さります。80% 以上強化にヒドロキを2つ持ちと軽くぶち上がるんでね、もうめちゃくちゃ強いです。もう本当に強すぎて意味がわかんない環境最強ぶっ壊れキャラがかまど炭治郎です。もうこいつの評価は圧倒的な1位。もう他のキャラとは格が違うレベルで1位です。まあやっぱりね、実装されてからどんどん編成増えてきたんですが、編成増えれば増えるほどぶっ壊れさが分かってきて、最終的にこいつはもう圧倒的な1位にたどり着きました。果たして、このヘルルループさえも超えたかまど炭治郎を超えてくるキャラはいるんでしょうか？なんで今回ヘルルが入ってないか簡単です。炭治郎でいいからです。そう。もうマジでバケモンすぎる。そんなぶっ壊れキャラでした。まあ、またなんかね、別のキャラが来るかもしれませんが、今現状の環境トップは圧倒的な炭治郎。初心者が交換して炭治郎をリダフェルにして、禰豆子を入れてあげたら、もうそれだけでぶっ壊れ急にいろんなダンジョン勝てます。もう本当に強すぎます。そのレベルで優秀な炭治郎が第1位でした。これを超えるキャラがしばらく来るとは思いません。そんなぶっ壊れキャラでした。はい、ということで今回は最強リダランキングトップ10の解説でした。最後まとめていきましょう。さあ、ということでトップ10のキャラたちはこんな感じになりました。まあ正直全部強いキャラたちばっかりね、普通に。で、まあ正直言って火属性がもともとめっちゃ弱かったんだけど、4ヶ月前はね、今の環境においてはもうめちゃめちゃ強くなったね。前回はレムーダンテとバレンタインイデアルしかいなかったんだけど、煉獄さんに、スオーに、ラクシュミンに、クレヨンと、で、さらに赤座さんと、めちゃめちゃどんどんキャラ増えましたね。で、逆に言えば木属性はやっぱり前回同様少ないし、闇属性もまあちょっと増えたかなって感じ。で、水属性はまあ結局つくのるだけだったんでね、前回も。今回もまあ引き続きノルザと、富岡さんという感じになってます。はい。まあこんな感じがね、最強リーダーランキングのトップ10でした。またね、次回もやろうと思ってるんで、ぜひまた見たい人はね、チャンネル登録と高評価していただければ本当にありがたいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。バイバイ。